はい、皆さんこんにちは、ミガミックスです。トロピコ5やっていきたいと思います。今回からキャンペーンですね、こちらのビバプレジデンテ、から始めていきたいと思います。じゃあまあ一族はミカミックスでいきましょう。この世には自らの王国を作り、数世紀にわたってその名を語られ続ける者たちがいる。私もそのうちの一人だ。新しい世界、無限の可能性、私のこの島はどんな場所にでもなれる。地平線の果てまで畑が広がり、市場が人々でにぎわうような豊かな農業国にもなれるし、工場の煙突が空高く伸び、港にはエキゾチックな品々があふれるような工業国家にすることもできる。または世界中から旅行者が休息や享楽を求めて訪れる地球上の楽園のような場所にするのもいい。まもなく到着です。この海の真ん中に浮かぶ貧しい島をいかに輝かせるか、全ては私の手腕にかかっているのだ。ミッション夜明けの時、独立を勝ち取れということで、経済難度最低になってますけれども、どうしようかね。災害はね、発生させましょうか。まあ時々、まあ普通ですね。よし。で、島はカヨドフォーチナかバオバオ、これこっちの方が良さそうか。なんかこれ砂漠地帯が多いね。カヨドフォーチュナで行きましょう。で、まあ途中で多分ミッションごとにね、あの難易度は変えられると思うので、まあ、まずはちょっと簡単な方の難易度でやっていって様子を見ましょう。豊かで美しい自然にあふれ、無限の可能性を秘めたこの島々で私の新しい人生が始まろうとしている。雨ばかりで堅苦しい人間があふれるあの国にはちょうどうんざりしていたところだった。これは古いしきたりから自らを解放し、一から世界を作る絶好の機会だ。私はこの島の総督に任命された。希望者は私一人だったが、私の優れた手腕によりこの植民地はカリブ海で最も豊かな場所となるだろう。難しいことではないはずだ。必要なのは少々の資源と信頼できるアドバイザー、それだけだ。夜明けの時、カリブの島へようこそ総督。私はオークスワース卿、国王陛下の使者としてこの島に派遣されております。あなたには国王陛下の代理人として任期の間この植民地を統治していただきます。陛下からの依頼をしっかりとこなせた暁には総督としての任期を延長するよう私が取り計らいましょう。ということで、ちょっと待って、まずは時を止めて、あるのはまず宮殿だね。宮殿があって、でこれが、建設業者で、これがバラックじゃなくて運送業者。もうバラックとかすぐカーソルが合うな。で、簡易住宅が2つくらいあんのかな。 1?2?4つ、よくわかんないけど、家もちょっとありつつ、農園のトウモロコシがありますと。で、これはまた一緒かな。ご機嫌よう、今日は帝国の代表者として、なのでお金の問題があるので、やっぱりちょっと銀のパッケージにしておきますと。で、前回はチーズ王への道だったので、チーズをねひたすら輸出するという目的だったんですけれども、今回はね独立を勝ち取らないといけないんで、住民のね支持率も増やしていきましょう。パッケージを買ったから、まず交易品だね。交易品で何があるか見ましょう。パイナップルが1260円で輸出できる。やっぱり輸出をしてねお金を増やしていきたいんで、鉄もね1540あるんですけど、鉄はちょっと時間がかかるんで、まずはじゃあ、パイナップルを割り当てて、パイナップル農園を作りましょう。で、パイナップル農園は、どこがいいかな？パイナップル。左の方だね。森がある方がいいのか。そういうことなので、
ゃあこういう向きにしておく。ここから道路はの伸ばすでしょ。でこっちの方、ここら辺に作ろう。で道路を、伸ばして OK。 でまずはパイナップルを輸出すると。よし、タスクが来ましたね。陛下は海底宮殿の建設を考えておられ、そのための資金を必要としています。まずはここで作物を育て、それを売って資金を増やすと良いでしょう。まずはじゃあ、タスクの方で砂糖があるんで砂糖も一緒に作りますか。農園っていくらだっけ。1400円でしょ。そんなには高くないよね。じゃあ砂糖もちょっとこっちの方に作りましょう。まずはやっぱりね、農業国家で行かざるを得ないよな。もう一歩こっちに行く。なんかなるべくね、緑のところに建てたいんですよね。砂糖だからこっちか、ここら辺だよね。よし、ここに建てよう。でも一気に金が半額になったからな。ただ砂糖を新設すればまたご褒美がもらえるはずなんで、最初はお金にしておきましょうか。で任期とお金はちょっと状況を見ながら、2年くらいになってきたら任期を延ばす方がいいと思うんだけど、住民のね豊かさもちょっと増やしていかないといけないので。できたかな。パイナップル、まあ、あとあれか、そうか、図書館を作れって言ってくるんだよね。だから最初は、砂糖ができたらお金をもらいましょう。あなたの表彰状なんでお金をもらって、で多分図書館作れって言ってくる。そうだね、技術革新こそが。で図書館を作ってまた研究をしていきましょう。まあ、最初の流れはチーズ王と変わらないかな。ただ最終目的がね違うんで、図書館はここら辺にする。で研究の方はどっから研究していこうかな。まあ、順番通りに、いや鉱山を最初にやるか、シャベルを開発しよう。こっちの方とかってなんか鉱山的な、ああるね。よし、ここを探索させよう。もう1000円ちょっと使っちゃうけど、なんかここに行けば勝手に探索してくれるよね。そろそろ図書館が出来上がるかな。 OK。 ただ人がいない。いるか。世界大戦時代にあるのか。我々は影から世界を動かしている。我々こそが世界の支配者であり、人類の救世主なのだ。君もじきに我々の組織、新世界機構の一員となるだろう。怪しすぎるんだけど、新世界機構とか。君の行動を観察させてもらったが、君にはポテンシャルがある。だが今すぐ組織に招待するわけにはいかない。まずは帝国からの独立を勝ち取り、君の力を証明したまえ。そうすれば君は我々の仲間だ。目的、独立を宣言する。報酬、ミッションクリア。ヒント、独立を宣言するには支持率を 51% 以上に上げる必要があり、そのためには住民の幸福度と革命派の数が鍵となりますと。これだね、目的は。で、ここ石炭があるのか。珍しいな、鉄とかの方が良かったけどな。とりあえずシャベルでまずこれをやりましょう。であとは鎌、カウボーイでいいか。こっちの方の鉱山もあるよね多分。ここか。あ、これはあれだな、また部隊を派遣しないと何があるのか分かんないか。お金的には5000円。陛下は海底に邸宅を作るため、世界で最も優秀な建築家たちを雇い入れました。彼らに支払う費用をあなたの交易の利益によって負担していただきたい。我々はトロピコの砂糖を購入し、それを文明世界にて倍の値段で売りさばくというわけで、砂糖3500ユニット輸出、任期6ヶ月延長。砂糖はでも勝手に売ってくれるよね、あれば。またタスク。私は自らの足で立つことのできるものを好む。金銭的な自立はあらゆる国家が達成すべき目的の一つだ。
この島に自らの力で利益を生み出す力があることを証明してくれ。そうすれば私も君の革命の手助けをしよう。15,000円。教育を受けた革命派が12人島に移住する。いいね、15,000円か。ってかもう12,000円あるんだけど。今の収支の状況はマイナス2200円。支出が多いね。もうちょっとなんかあれだね、輸出しないとダメだね。ここにもちょっとやっぱり部隊を派遣して、鉄をねなんかやりたいんだよね。ここら辺べちょっと石炭って、だって輸出できんの？石炭とかでも輸出できれば、パイナップルしかないよね。あとミルク、肉か。もう一隻作る？やっぱり港は結構重要だよね。お金あるしな。2つせめて交易できるようにしたい。港をもう一個作ろう。もうこれは輸出国にならないとね。ちょっとここにベチョッと置いて、で道路も伸ばそう。こっからこっちと。でまあさすがにね、即建築はする必要はないと思うので。非常に信頼のできる筋より、あの島からは金が採掘できるような気がしないでもないという確かな情報を得ました。どんな情報だよ。人を派遣して探してみると良いでしょう。砦や兵舎など建設していない場所は宮殿から探検隊を派遣すると良いでしょう。金の、なんだこりゃ、鉱山が見つかるまでは何度か派遣を繰り返す必要があるかもしれないと。金ね、ここ金じゃないでしょ。いきなり金はもうちょっと行かないとないと思うんだよね。でもう一個のタスクを確認しましょう。統治に伴う苦労は時に人間の捉え方を錯覚させる。我々にとって国民とは適切に取り扱うべき資源であり、それ以上のものではない。管理者の資質を持った者をこのもっとこの島に招くといい。そして彼らを重要な、建築物にあてがい、その効果を高めるのだ。そのためには彼らが住むための住居をいくつか作成する必要があるだろう。簡易住宅5軒、5人の管理者が、島へ移住する。いいね、簡易住宅。これそんなに高くなかったよね。いつまでたっても金がたまんないけどさ。高え。1000円もすんの？5000円使うってことじゃん。いやもうちょっと金が貯まってからだな。ここなんだった、ちなみに。ここ鉄だね。ちょっと右の方にもあれを伸ばしたいね。そうすると石炭は結構いい気がするんだよな。なんとなくだけど、そんな気がしない。我々の研究チーム、すなわち喋る。アンロックされたんで、一応じゃあこっちまで伸ばしちゃおう道は。ちょっともう少し拡大をして、どこ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 っと、こんな感じで。帝国の植民地であるということは他の植民地との競争にさらされるということでもあります。あなたの旗色はあまりよろしくありませんな。同じく植民地であるプエルトココとイスラロホはあなたの島を大きくリードしています。マジかよ。帝国はトロピコもプエルトココやイスラロホのように良い結果を出すことを期待しております。また植民地の経済状況が全体的に良好なことから、陛下は今年の税金を引き上げることに決定しました。ざっけんな。5000円か。1万円は無理だよ。任期が上がるのはねでかいけどね、金がないよ。でもまあ税金を払わないっていうのはな、有効度がかなり下がっちゃうからしょうがない。これは鉱山できるか。1800円か。まあいいや、ちょっとやろう。これで石炭とか輸出できないのかな。石炭が輸出できるようになれば結構でかいんだけどな。特にないか。チーズね。例によってチーズがあるか。ちょっと待ってね。で今船が1隻余ってるから、なんか輸出しよう。じゃパイナップルをもう1個やっとくか。じゃあプレジデンテ、教育はとても重要です。私を見ればお分かりでしょう。私があの世界で最も名高いと闇で噂されていないこともない大学を退学に、あいや卒業していなかったら今頃どうなっていたか分かったものではありません。
陛下のご一族の皆様もきっと大学生活を好きになられるはずです。何せそれは酒とパーティーにまみれた最高の2年間になるでしょうかな。問題はプレジデンテのご一族を学生として受け入れるという名誉に預かるのはどこの大学かということです。こうか一族の一人が2年間島を離れ帰国時にはスキルの向上およびその他の恩恵をもたらしますと。これも金かかんのかよ。マガダン州立大学、これはなんかお金が増えるね。ただね、あのドルが2つついてるじゃないですか。これはね、いわゆるスイス銀行の口座なんですよ。国庫が増えるわけじゃないんで、別にどっちでもいいんだよな。今はいいや。さてさてさて、輸出が2つになってるから、お金を増やしたいね、お金を。帝国からの援助は来ないのかな。5000円の帝国からの援助があれば、だいぶでかいんだけど、2300円が輸出されましたと。ここら辺の予算を上げる必要はないよね。2300円輸出されました。素晴らしい知らせです。帝国の物資が入っていた金庫の中、OK、でもな、今カマ使うあれでもないっしょ。トウモロコシ、ここなんだっけ、砂糖か。あれ砂糖出せって言ってるよね。砂糖が3500のうち2900か。まあそれなりの数にはなってるからいいとして、簡易住宅もね5個作んないといけない。金が金が、おーおー、帝国からトロピコ6510円、税金払った甲斐があったわ。よし、税金を払った甲斐があっただから少しこっちまで伸ばすか。鉄、鉄はね、今の時代植民地におけるあなたの業績を称えるため、この表彰状を渡すようにと陛下より仰せつかっています。よし、これはまあ5000円だったら12ヶ月でしょう。これがね1万円とかだったらちょっと考えるけど、任期を伸ばしていきましょう。一度しか言いません、よく聞いてください。図書館ね、図書館もう作ったよ。誰かが私の書いた文章を盗み出して、これで、引き金、監督スキルと板材もいけるね。あ、図書館新設するってこと？もう一個作れっていうの？マジかよ。そんなお金はありませんよ。じゃあ図書館はもうちょっと後にして、住宅やね、住宅も一気にバババババッと作っちゃうか。いずれ必要になるものだからね。住宅街、ここら辺を住宅街にするか。じゃあこの向きだな。1、2、3、こっからね、なんか向こうに少し伸ばしたい気がするんだよね、道路。1、2、3、4、あ、でもちょうどこれでぴったりか。道路伸ばせそうだね。ゴッド。よし、この住宅ができれば簡易住宅新設の5は大丈夫。この代わり6600円になってしまった。国庫金がマジで全然増えない。輸出だ輸出、とにかく輸出をして金を稼がなくては。住居が完成したようだな。だが不幸なことに、君のために調達した管理者候補の人材がプエルトココとイスラロホの者たちによって奪われてしまった。ふざけんな。彼らは2つの島より大邸宅を提供することを約束され、それに釣られてしまった。だが心配することはない、いずれこの借りを返すときが来る。今回の保証というわけではないが、組織のコネを使い君の任期を延長させておいた。12ヶ月延長、これ結構でかいな。でも優秀な人材も欲しいからね。あとやんなきゃいけないのは、そうか、あともう図書館とかになっちゃうか。一応収入の方が若干上回ってるね。図書館新設、研究スピードが多分上がると思うんだよね、図書館もう一個作ると。いるか2つも今のこの状況で。いやー、やっぱりちょっとこれあれだな、鉄のところまで伸ばそう。鉄あったっけ、鉄あるよね。金は2800円。まずはやっぱりインフラを整えないといけないから、道路を一気に伸ばそう。ドワーッと、ち
ちょっとずつやんないと曲がっちゃうからな。なんかクネクネしてる気がするけど、でここはもうしょうがないよね。だってよし、喜ばしい知らせです。木がね、我々はようやく砦が作れるようになったから、砦もね作っておかないと侵入された時にね太刀打ちできないからね。で一応鉄ができた。砦はなるべくこの港の近くに作っておきたいんで、砦1個作っておきますか。いくらしたっけ。げっ高っ、4400円。まあいいや、1個作っておこう。歩兵部隊展開してもらわない。いやちょっと待ってよ、これでかすぎだろ砦。ちょっと待って、1回止めよう。1回止めて、これが意外に邪魔だな。これなんだっけ。あ、運送業者か。一番最初からあるやつだよね。いやでもここに砦置いておいた方がいいから、1個作ろう。ここにベチョッと。でタスク、陛下がその素晴らしいひらめきにより、あなたの島が抱える問題を一挙に解決させる方法を思いつかれました。農園の面を新設すると。じゃあ作るか。まあ人気がね増えるのはいいことだからね。農園の面で、またちょっと効果の高いところにどうせだったら作りたいから、こっちの方か。宮殿の隣あたりね。ここベチョンと。4000円、相変わらず金がたまんないなこれ。いやーこれさー、もう経済難易度普通とか無理でしょう。ただね、それなりに広くはなってきたよね、広さだけでいくと。あとは輸出量が5600円のプラスでしょ、まあ、悪くはないね。こっちの方がまだ未開の地なんだよな。なんかねコンパスみたいなのを開発すると一気に未開の地がなくなるんで。でこの鉄だよな。もう一個作る港。でもなんかさ、途中からなんかミッションで港作れって言ってきそうだしね。新しく港を作れって言うと新しく作んないといけないから。ただ帝国からトロピコに7140円送られてきた。これはかなりでかいな。ここら辺の建設が少し進んでない気がするけど、まあ、これは待つしかないよね。私はその時研究チームの者たちと野球をしております。よし、監督スキルで、ここに将軍みたいなのを置こう。ここにも置くか。管理者、経営者とか。いやー発掘王とかいるね。鉄に発掘王を任せよう。鉄のところで、あれ鉄、あ、まだ建設中なのこれ。マジか。だからだ、だから遅いんだ。でここはできたから、ちょっと待って、ここ管理者任せよう。将軍だろ、いけ。できた。ここまだできない 96% 早くしろ。鉄に任せたい。よし、ここできたか。管理者、発掘王、鉱山、石油、効果10上昇。いいね、雇おう。で、やっぱり鉄をね、輸出したいんだよな。で、今何してんだっけ。パイナップルに2つやってんのか。ってことは、パイナップルがなくなっちゃう前に、といってもな、これ3万9000も輸出できるから、鉄を確保しておこう、1800。1つ、除税を解除して、鉄に回そう。OK、どうぞ。まあ、ただ数は増えてるわけじゃないからね。お金、帝国からの資金があるから、よし、これはもう一個じゃあ、使っちゃおう。図書館に。で、
宮殿の隣あたりに建てとくか。この向きじゃなくてこの向きで、こっちはちょっと道路もね上に伸ばしたいんで幅を開けてあります。帝国の植民地におけるあなたの業績を称えるため、この表彰状を渡すようにと、いやどんどん伸ばしていく、いや金かかってもいい気がするんだけどな。5年あるから金をもらっとこう。で金だよな、金、金を取るにはここら辺なんかさ、これ見た目金っぽくね。よし、じゃあちょっと探索を研究の結果、いただいては多くの人々は理想のために命を捧げる覚悟ができている。君もまた自分の理想のためには人の命をも犠牲にする覚悟を身につけることだ。同意できないか。そう言うだろうと予想し、私自ら実行例を見せてやることにした。この島にロート派は独立に反対しており、君の支持率の上昇を妨げとなる存在となっている。よって私は部下に依頼し、彼らの何人かを消すことにした。よく覚えておくがいい。目的達成のためには犠牲が必要な時もあるということを。ロート派の住民数人が殺害されました。ひどくないか。であんまりね遠くには行けないんですよ。多分2回にわたって探索しないといけないかな。で、どれがいいかね。まあ、紙から作っていくか。お金はある。お金はあるね。軍事施設もう一個作るか、そうすると。ちょっと待って、一回止めよう。一回止めて、軍事施設を作るための道路。インフラを整備。ちょ、これじゃないよ。間違えるかね、たまに。で、これはもうこっちに道路伸ばすしかないよね。で、この間にはもう小さくて作れないから、砦の向きを上向きにすればいいんだ。この向き、この向き、この向きで、げっ、しまった。土地が傾斜しています。マジで。じゃあ、こういう感じでいかなきゃいけない。じゃあ結局さ、道路破壊しろってこと？待って、一回道路破壊しよう。もう、もったいないけど、しょうがない。これで道路破壊して、で、砦をもう一個ここに建てる。この向きだよね。いや、無理だ。土地が傾斜してるのか。こっちまで行かないと無理。じゃあこの向きにして、ここもいける、こうか。でもこの向きにして、で道路でこう、ほい、 OK で、少し足止めをしないといけないんで、こちら辺に敵が来た時のために監視塔1500円、監視塔を、じゃあ一つここに置いておきますか。監視塔はね、完全にね、あなたの努力のおかげで革命の機運が高まってきています。これはね、人だな、人が欲しい。まずここの道路とか作ろうとしたけど結局無意味になったな。一本道路を開通させておきますか。ここから待って、こっからこう伸ばしたい。いいね、開通で。ここに人がいないね。ちょっと待ってね、人を雇わないといけないの。必要学歴がね、大卒なんだよね。人一人雇うか。1500円だし、いや OK。 この植民地は近隣のプエルトココやイスラロコに比べると、また帝国への貢献度が低く、5000円払おう。いや、またまたお金がなくなってきた。探索を行ってる、今頑張ってるね。金だな、早く金を見つけないと。もう一つ港増やすか。やっぱり港重要、本当重要みたいな。収支のバランスがちょっと悪くなってきたね。もう一つ
港いくらだっけ、2500円か、1万円くらいの金が欲しいんだよな。帝国からの支援が、あれっていつ来るの、1年に1回とか半年に1回とか。あ、来た来た来た、帝国からの支援。よし、これで港もう1個作っちゃおう。ここに併設しよう。で、道路をつなげて、よし、こっちに伸ばしていこう。で、そろそろここもね、縦にこうつなげたいよね。で、鉄がやっぱり高い。チーズも高いといえば高いんだよね。パイナップル、鉄、あ、肉か。いや、肉だったらな、鉄でもいい気がする。コーヒーも高いね。あ、ココアも高い。あと、そうそうそう、これね、輸出先があるんだよね。西インド会社、密輸業者。ちょっと有効度の変化がね、その密輸業者へ輸出すると、多分これ王冠ついてんのが帝国だと思うんだよね。だから西インド会社とかに輸出した方が帝国との関係も良好に築けると。で、今鉄をね、西インド会社へやってるんで、だ、密輸業者と関わると、帝国との関係が悪化するけど、まあ、ただ別に最終的には独立するからな。物資の不足により陛下の計画が滞っています。この事態を麺はだってあったよね、確か。どっか、これ砂糖、パイナップル、あれ麺作んなかったっけ。ここ機械化しよう。2500円かかるけど、よし、機械化する。一人の外国人作業者が到着しました。これでここに、あれ、もうすでに図書館埋まってんだけどまあいっか。管理者って今何人いるの。セレブリティとかね、着服家とかちょっと嫌なんだよね。経営者はね、なんかもうちょっといいところに割り当てたいからな。今のところはちょっとお金、お探索してくれたね。ここはもうちょっと先へ進まないと無理か。あれ絶対金だよ、金。これは鉄でしょ。遠いな。ただまだまだ全然開発が進んでないからな。ここなんかこれしかないか。これは石炭だよね。で、先にこっちを建設するのかな。そうすると、で、建設されました。で、港の建設に取り掛かると。で、ここどうしようかな。少し予算を上げよう。 OK。 で、ここも予算を上げておこう。将軍のいるところだからね。で、ここのさ、予算って上げるとどうなんの。まあいいや上げとこう。で、お金は1万円超えてきたね。で、さらに港が開設すれば、もう1個交易ルートが増えるんで、よし、4499円輸出。あれ、そういえばさ、1万5000円になったから、だからなんか、そっか、くれたのか。で、麺の輸出も今、半分のところまで来たんで。まあいい感じでは進んでいるかね。独立宣言は 51% だから、もうちょっと酒場とかね、作って住民の幸福度を上げればいいんだけど、多分勝手にね、酒場作れみたいなの言ってくるんだよね。言ってこないかな。その作った後にまた作れみたいなことを言ってくるのがね、一番悲しいからね。あ、ちょっと速度が普通のあれになってね。その端で何度も指を切りない。できましたと。で、新聞社とかも作ると多分独立への機運が高まるような気がするんだけど。あ、ここにもまたなんかあるね。でもこれはまた鉄っぽい感じがするな。探索しよう。こっちの方まで探索に行こう。帝国の植民地におけるあなたの業績を称えるため、これはもう人気を増やしていこう。お金はまあ大丈夫でしょ今。もうどん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 輸出していけば。よし、で、輸出ルートもう一つだね。
帝国との関係を築き上げたいんで鉄だね、鉄にしよう。鉄はまだ14,000分の2,500だから全然いけるいける。よしよしよし。タスクが発生してる。革命を実現するための秘密兵器の開発にまた一歩近づきました。さらに歩みを進めるため、7種類の技術か、いくつかの技術研究を行う必要があります。とりあえず技術関係。あなたの努力のおかげで革命の機運が高まってきています。まあ、これは人材をどんどん呼ぼう。 40% まで上がってるね。あとはこちら辺もなんとか開発をしていきたいけど、軍事施設だよな。こっちの方にもう一個軍事施設作る。あんまり遠すぎてもね問題なんだよな。ちょっとこの畑が邪魔だな。もうちょっとこの畑左に寄せた方が良かったね。でここら辺にちょっともう一個砦を作ってみたいな。ここにね砦を作れなかったのがね誤算。お役所手続きというシステムを発明しました。これはロードが入ってるし、あらゆるものを円滑にする大きな可能性を秘めたシステムです。人々は熱狂しどんどん仕組みを、布告ができるようになりましたと。で布告なんかあったっけ。建築許可、基本費用が 20% 増加するけど、そのうちの 10% がスイスの口座に振り込まれると。これはあれだね、口座を増やしたいときだね。まちづくり計画、7000円で、布告できるんだけど、今後ね2年間建築費用が安くなると。要は7000円分の元を取らないといけない。で配給増加とか、これはね、幸福度が上昇すると。ただ食料の消費量が増加、これはやっておくか。5年間だから結構長いよね。すべての部隊の能力が向上しますと。これやっとこう。5年間の間に1回くらい戦闘起きそうだからな。だから監視塔はちょっと、間違えた。ここに1個作っておこう。足止め用の監視塔。監視塔自体は、これ敵とさ、戦闘して、くれんの？これよくわかんないんだよね。13名がトロピコに到着。幸福度が41、お金が1万9000か。溜まってはきてるね。さてこっちの方をどうやるかだな。海底宮殿の建設が始まりました。この巨大な計画の費用を賄うため、帝国はあなたにも協力を求めています。陛下は合計で1万ユニットの換金作物を送るよう求めている。しかし革命派はこの分量は多すぎる。半分で十分。応答派は2倍の量を送るべき。ああそりゃそうだよな。人気ボーナスはなし。ただ革命派の支持率が上昇。任期が6ヶ月ずつ上昇するのか。まあこれ要求された分だけでいいでしょう。任期は上げておきたいからね。農作物その他って何？農作物その他が分からん。何を送ればいいんだ？農作物その他を輸出。ちょっと待って、農作物その他ってどれ？これに含まれるのか。砂糖、麺、ココア。麺は作ってあるからね。多分勝手に麺を輸出してくれるかな、ほっとけば。ちょっと様子を見ましょう。4年と10ヶ月なんで、まあ、10ヶ月くらいちょっと様子を見ておきましょう。余ったものはね勝手に輸出してくれるんで、物があれば大丈夫ですね。でそうすると住民がちょっと増えてきたね。今々しい海賊どもが、あ、来た海賊、ここに来たよ。でこいつらどこ行ってんの？何、どこ行ったこいつら。で今まあいいや、ちょっとこっちが、あれ我々トピコを率いる者たちは憲法できた。あいつどこ行ってんのマジで。これ破壊されちゃうよ。まあ別にいいけどさ。よしと、よしよしよし、戦闘開始した。こいつ何マジで意味不明なんだけど。意味不すぎるんだけど。頭悪すぎでしょ。勝った？
パイナップルの取引が完了しました。そうか、じゃパイナップルもいらないんだよね。そうするとパイナップルを何かに変えようか、何かに変えようかっていう、変えるものもないんだよな。ちょっと鉄にしよう。パイナップルをウールとかには変えらんないよね。パイナップル畑どこに作ったっけ、これだっけ、これだ。ちょっと一回止めよう。パイナップルをね、作物変更したいんだよな。ココアにするじゃ。144円でいけるんで、これココアにしよう。で、ココアは特になしか。よし。おめでとうございます、総督。ついに秘密兵器を使用するための準備が整いました。我々の秘密兵器、それは言葉です。ということで、新聞社か。作るか、それは。農作物その他は輸出されてるんで、まあ、ココアと麺でいけば大丈夫かな。で、新聞社は、じゃあここら辺に建てるか。新聞社、新聞社、これか。これ確実に後ろだよね。なので、この向きでいこう。ん？どういう状況だ？そうだね、これで建てよう。ここら辺になんか家とか建てたい気がするんだけどな。そろそろ輸出の輸送業者も一つ増やしてもいい感じがするけど、どうだろうね。魚1個作っとく、ここに。これ魚、伐採キャンプとか作ってないからな。そういえばこの海岸にね、設置する必要がありますので、ね、この設置の仕方がマジわかんないんだよね。難しいんだよ。だこれさ、こうやるとダメじゃん。やっぱこうだ、こういう向きになっちゃうんだよ。あったよね、こうか。よし、これで魚を取ってもらおう。さあ、革命のための秘密兵器を発動する時が来ました。任期を増やすか、4年か。まだ革命派の支持が上昇、執筆するものを選んでください。エビータバスケス、こいつに任せるってこと。銀行口座もいらないんで、4年か。まあ革命派にしておきましょう。あとこっちの方まで来たね。これは防器サイトじゃねえか。金なんてどこにあんの。もっとこっちの方とかになるのかな。なんとなく見た目でね、なんか金が埋まってそうだなっていうのがね、まあ分かるっちゃ分かるんだよね。いや、困ったことになりました。革命派の者たちが王を侮辱するようにと あなたに要求してきています。断る。革命派が暴動を起こす。ちょっとこっちにしてみる。あなたの行動に憤った革命派が町中で暴動を始めました。今すぐご家族と貴重品を隠してください。暴動など俺が鎮圧してくれるわ。こいつか。今ちょっとこの塔があれになってるんで、こいつらのさ、向かうのが遅いよね。よし、到着した。到着してどっか行っちゃうかね。一応舞台展開してるか。これはいけるでしょう。ほら、いけ。3人で囲んで、しかもこいつらどっか行きやがった。鎮圧した？よしよしよし。鎮圧したね。オッケーオッケーオッケー。で、お金も結構増えてきたな。なんかやっぱりこういうね、暴動が起こるから宮殿の近くにね、もう一個砦を構えておくか。ただね、世界大戦時代に行くと弊社とかこの陸軍基地がアンロックされるんで、こっちを作った方がいい気がするんだよね。今はこの数で大丈夫か。もう一部隊展開できるとだいぶスムーズな感じがするんだけど。この島のどこかには財宝が埋められていることをご存知でしたか。ぜひとも探しに行きましょう。まあ、シャベルはね、あなたの努力のおかげで革命の機運が高まってきています。まあ、そろそろでも王国とのあれは縁は切ってもいいか。密輸業者との新しい交易ルートを得る。これにしよう。密輸業者にも流していきますか。なんかある船はね、3隻あるんで、
今のところ鉄だけだよな。魚を流してもしょうがないしな。やっぱね、お金になるやつを流したいですよね。コーヒー、ココア、ここら辺が結構すごいね。ココア流すか。鉄を2つだ。鉄を2つ解除してココアを流そう。よし、 OK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 。 港が3つあるとだいぶ安定するね。港って予算的なものは特にあれか。海の中は遺跡やどこかの理想主義のアメリカ人が作った海底都市や眠っている宇宙生物などで溢れており、陛下はそうした中で暮らすことに魅力を見出さなかったようです。海底宮殿の建設は中止されましたと。今後は任期を延長するための機会が減少すると考えた方がいいでしょう。ただもう 50% いってるんで、これは金をもらおう。で、まあ、独立できたらもうすぐ独立しちゃおうか。あと家とかちょいちょいちょいと増やせばね、多分幸福度は上がっていくと思うんで、まあ、ここら辺のバラックのところに家を作るのと、あとこれか、酒場もね、まあ、作っておいていいと思うんだよね。まあ、ただ家を作ってないんで、少し家を作りますか。ここの隙間のところに家を置きましょう。ポコッと。でもう幸福度が 50% なんで、ただ金は見つけることできなかったね。まあ、そんな簡単に金はね見つからないからね。これあとどっち、今どこにいる俺。今これ端っこだもんね。でこっちの方に行って、でこっちで 49% に幸福度が下がってしまった。こんなことをしてる間に金はもう4万あるな金はだいぶ溜まってるね。やっぱもうちょっと建てていこう。酒場建てよう。酒場おすすめの建築物、酒場になってるからね。で、あ、すげえな、ここら辺に建ててもしょうがないんだ。何何、遠くに建てた方がいいの。これあるじゃないですか、予想効果っていうのが高い方がいいんで、ここら辺に建てようとすると多分予想効果81とかか、90は欲しいよな。こちら辺に建てる。こんなところに建てていいわけ。あれかね、あんまり街のところに建てるのは良くないのか。あと向きがよくわからん、例によって。どっちだ、これ裏側か。んこうだよね、こうこうこう、そうそうそう、こうだから、これが予想効果90になるとこ、ここに建てよう。まあ、帰りに一杯引っ掛けるっていう感じかな、ここの石炭取って、石炭の人たちが「うえ、今日も疲れたぜ」みたいな、一杯引っ掛けて家に帰るかっていう、そういう役目だな。プレジデント、私は震えています。あなたも、あ、いえ、みんなが震えています。あー、地震が起きんのか。おー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 おお、破壊された。マジか、結構破壊されたね。なんとか生き延びたようですな。私は自分のこれまでの人生や歩んできた道をもう一度振り返りたい気分になりましたあくまで気分だけですがね。被害の状況はこのようになっております。死亡が3出てる。損傷した施設6、全壊3、簡易住宅が3つ。救済援助として5200円が送られましたと。マジかよ、ここら辺の家がなくなったのか。そうすると幸福度が下がるからね、家がなくなると建てるしかない。どの向きだったっけちょ、向き合わせよう。これ酒場じゃねえかよ。どれだ、簡易住宅。この向きか。建ててあげよう、しょうがない。で、あとどこの家が潰れた、わかんねえんだけど、潰れた家がどこにあったか。ここら辺に1個建てたよね。これを建てよう。あとこれは損傷。うわー、マジか。すべて修復で4000円も、すべて修復しよう。ここ何があったっけ、ここも家があったっけ。あれ、ここに家があったのかまあいいや、まあ、みんなが住む家は作ってあげましょう。そうそうそう、あ、この向きだね、あったね、ここに家、そういえば
ちょっとお金が減っちゃったけどしょうがない。これでね、一応ね、その災害救済基金っていうのにね入れるんだよね。崩壊した建設物の再建に必要な費用が減少すると、これ入っとこうか。1500円だし OK。 であと帰国ってね、実は結構良くてね、まあなんていうの、トレードオフ的なものもあるんだけど、今のところはいいか。国勢調査、管理者にふさわしい特殊技能を持った人材を発見しました。1枚もすんのか。だけな。まあいいか。これでなかなか 51% に乗らないな。ちょっと地震が起こっちゃったからな。で、酒場はできた。で、タスクが、ね、どうやら私が聞いた財宝とは金や銀ではなく天然資源のことだったようです。鉱山は所有してあるよね。何もないよりは、ま、鉱山労働者の一人が珍しい形をした鉱石を発見しました。何でも見る角度によってはまるで男性のその象徴のようにも見えるとか。これちょっと任期延長しとくか。4000円とかだったら任期延長の方がいいよね。あと 1% なのにな。その 1% は伸びないな。レジデント、お、来た来た来た、革命の時。そう呼ぶのはまだ早かったですな。総督、革命の準備は整いました。よし、独立宣言が可能ですということで、まあお金も3万4000円あるし、独立宣言しましょうか。もうプレジデント、おっとっと、そういうのは、陛下はあなたの独立宣言を非常に面白がっておられます。 OK、 1枚の借金。世界大戦時代、高度な産業がアンロックされますとか、まあいろいろありました。で、この憲法もね、なんか一個一個制定するみたいなんですよ。男性投票か、有服装投票か、全住民か、船が割り当てられてないのかとか、宗教、まあここら辺は何でもいいんだけどね。自由に関する幸福度が上昇します。近隣の犯罪を低下させます。無神論者、研究が 10% 上昇、これ結構いいね。で、軍隊に関してはこれね、徴兵制度にしないと高校教育がね必要になっちゃうんですよね。なので、徴兵にしておきましょう。 OK。 で、あとちょっと船か、ここら辺もまた新しくできるんで、ポイポイポイと。で、ちょっと待って、ね、やっぱりね、ちょっとこの戦車から開発しよう。戦車から、あ、できねえ。あと2つか。ってことは大使館は入れておくか。法律用語、発電所、発電所まだいらないかな。で、戦車、よし、これにしよう。 OK。 で、幸福度が下がってるね。一気に下がったな。あとはほら、トラピカのみんな、ルルよ、ラジオが来たね。大切なラジオなんて聞いてないで、ね、パイレーツバーにいる私に会いに来て。天気はいいし、海は最高だし、これ返そう。金、こんな日はみんなで楽しまなきゃ損よ。買い戻すと。で、現在の債務はないんで、これは OK でしょ。で、こっちか。布告は、世界大戦時代のものと植民地時代のもので変えられるんで、とは言ってもまだアンロックされてないのがあるね。1万円で今後2年間すべての基本費用が半額になります。これ結構いいな。農業助成金、維持費、あ、月額で維持がかかるってことね。結構良さそうだな。600円だったらいいかもしんないね。まあ、農業国にするんだったらね。という感じで、あとやんなきゃいけないのは、そうだ、船の割り当てか。缶詰しかないんだけど。輸出できるものがないよ。バナナしか輸出できないんだけど。いや、待って待って待って、缶詰だって、缶詰作るのね結構大変なんだよ。バナナ、アメリカとのあれだね。アメリカでいいのこれ。連合国ってヨーロッパか。よくわかんないわ。バナナにする。じゃあちょっと、バナナにして、これ何円だったっけ。砂糖か。砂糖いらないよね。じゃあ作物変更でバナナにして、で、ここもココアはいいから、作物変更でバナナにして、まあ、バナナ2個で、
これはこれもバナナにしようか。とにかくもうバナナだな。うちはバナナ園だ、バナナ園。トロピコのみんな、バナナ、パーティータイムよ。何にしよう、でも全席バナナにしよう。この国の明るい未来を祝いましょう。という感じで、とりあえず独立ができましたので、今回はこれで終了して、まあ、お金に関しては、まあ、やっぱりちょっと慣れてきたのはあるので余裕はありますね。やっぱ災害が起こるとただちょっときついものがあるので、まあ、今のところはまだこれで進んでいこうかなと思います。じゃあ次回はこの続きからやっていきたいと思います。今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンの方は動画右下の登録ボタンから、スマホの方は動画の説明欄から登録が可能です。またツイッターではツイッター限定の動画も配信しておりますので、ぜひこちらの方もフォローをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。